Hey, what's up? 山本です。私は今台湾の新平市にあります瑞芳駅という場所に来ております。前回は10分の動画をお届けいたしましたが、今回は10分ではなくて9分の動画をお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。キューバはやはり夕暮れ時が綺麗なので、僕が行く頃にはもう暗くなっちゃってるんじゃないかなっていう気はするんですけれども、キューバ行くのもいつぶりやろ、3年4年、前回台湾来たのが2020年3月、その前2月なんですけど、その日多分来てないので超久しぶりだわ。この瑞芳駅には来たんですけれども、キューバに行っておりません。なので今どういう状況なのかを皆様方にご紹介したいと思います。キューバまでは台北からバスで行くこともできます。ただ僕は今回は鉄道を使って今いる瑞芳駅、中国語読みルイファンというところなんですけども、そこまで来てから行った方が楽かな。もちろんバスでもいいんですけども、渋滞する可能性等々もありますので、今回は鉄道で来た場合の行き方ご紹介したいと思います。今いる場所が駅になりまして、バス停の位置がどうやら変わったみたいです。昔は駅を出てすぐのところがバス停だったんですけれども、やはり九分人気観光地ですので、混雑を解消するために少し遠い場所にバス停が移ったみたいなので、そこの場所も合わせてご紹介したいと思います。そして瑞芳駅の前、確か駅前の広場一番奥まで進んだら、士林夜市の地下のフードコートのような、ああいった食事が取れるお店いっぱい連なっておりますので、今回の動画では一番最後のところにここの雰囲気も一緒にお届けしたいなと思います。それはバスの行き方であったり駅前の様子をお届けしたいと思います。行きましょう。ちなみにこれが駅、瑞芳ルイファンという駅なんですけれども、出て左側行ったらあそこに荷物預かってくれる場所があります。朝7時から夜9時まで荷物預かっててくれまして、1つ50元です。今だいたい1元がいくらだっけな、5円ぐらいか、値段が上がっちゃったんですけども、250円ぐらいでここで荷物預かってもらえまして、駅前には食事を取れるお店、コンビニたくさんあります。なので僕はこの街結構好きです。なので先ほども言った通り、フードコートは今いるこの駅前の広場を正面にこうずっとまっすぐ行ってください。ずっとまっすぐ行ったら美食広場、フードコートがありますので、これはこの動画の最後の方にお届けしたいと思います。なお今目の前にバスが止まっております。このバスで台北まで行けるみたいなんですけども、多分これは台北まで戻るバスかな。ただここまで来たら鉄道行った方が僕はいいんじゃないかなと思うんですけども、乗り換えが面倒な方はバスで行くのも悪くないと思います。そしてこの後9分行きのバス乗り場なんですけれども、今いるのがここです。なんだけどもここは先ほどより混み合うので、こっち、ここです。ここに国民広場じゃない、区民広場かなっていうのがあるみたいなんですけども、ここからバスが出るので、今は場所変わっておりますので皆さんお気をつけください。それでは行きましょうか。まず先に9分行きたいので、この駅の様子はまた最後の方にお届けしたいと思います。ちょっと小腹空いてきたんだけれども、まずは9分行きましょうか。ここは信号がないので、もう自分のタイミングで分かるしかないね。なおタクシーで行く場合は205元かかります。なのでだいたい1000円ぐらいですね。なおバスは15元になっておりますので、値段はかなり差額あります。まあ、ただ1000円と75円ぐらいなので、人数が多かったりバス停まで行くのめんどくせえよって方はタクシー、駅前にこんなにたくさんありますので、タクシーでサクッと行くのも一つの手です。美味しそうな食堂がいっぱいあんねん。ただ今回は食堂は後回しにして、とりあえず道路渡りましょうか。渡ってあっち側、駅を背にして左側にバス停があるみたいですので、こちらのバス停に向かいます。本当にこっちいいのと心配になる方いらっしゃると思いますけども、このようにバス停の案内も所々立っておりますので、信じて進みましょう。なので駅前を出て左側に進めばあります。そしていろんなところにね、美味しい料理が売ってるお店あるのよ。猫のパイナップルケーキ、先ほど買いました。可愛いよねこの猫のパイナップルケーキ。なのでいろんなお店ありますが、ここをぐっとこらえて進みましょう。そしたらバス停、区民広場というところが見えてくるはずです。バス停に到着いたしました。ちなみに9分まで行くバスいっぱいあるんですよ。1つ2つじゃない。例えばこれ788行きます、808は行かない、825は行く、827も行く、8256も行く、
これは行かない、1051行かない、これは違う、行かない、行かない、これがここで終わり、終わり、これは行かない、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 これ行きます、1062行く、965も行きます、このバス行かない。行かない行かない、まあ、なので基本的にはこれ赤枠で囲ったバスであればほとんど行きます。全部が全部行くわけではないんですけれども、また次のバスがどれぐらいで来るかっていう目安がここに書いておりますので、これ見ながら次来るバスを選ぶのも一つの手かもしれません。なのでもう一度言いますが、9分の中心部まで行くバスは1つ2つとかっていうレベルではございません。バス来ました、1062、このバスは行きます。ちょうど来た、なのでこのバス使っていきます。待ち時間はだいたい1分ぐらいでした。もちろんタイミングによって待ち時間長くなるかもしれませんが、このバス路線バスとかというよりかは高速バスのような雰囲気ですね。もちろん通常の路線バスも走っておりますので、それで行くことももちろん可能です。ちなみにこれ乗り降りの際2回タッチ必要だよって意味になります。到着しました。バスの乗客全員降りました。回り回ってかなりくねくねした山道ですので、ちょっと車酔い多くなっちゃったな。15点でここまで来ることができました。さてと到着いたしました。こちらが9分の地図なんですけども、全然覚えてねえな。これ見たところで何が何だかわからないから、とりあえず進もう。それしか、道はないな。なおここら辺の様子こんな感じです。今6時ぐらいかな。なのでちょこちょこお店は閉まりつつあるんですけども、まだお店たくさんやってます。いいじゃんこの雰囲気、これよね。でまだまだこの奥に確かこれぞ9分というような場所があるはずなので、どっち行くかな、こっち行くかこっち行くか、まあすぐ行くか。なのでこっちから行きましょうか。早速ですが、先ほどの10分にもあったお土産がここに売っております。ちっちゃいのが120元、中くらいのが150元、大きいのが160元ということでした。確か俺光るとかだよね。光らない、まあいいや。こういったお土産品も売っております。中にもいっぱい売ってるね、キャラクターもの。あ、そうそう、あの余談ですけども、僕千と千尋の神隠し1回も見たことありません。日本国民の5人に4人ぐらいかな、かなりの割合で見たことあると思うんですけど、僕は全く見たことはありません。あ、美味しそう、美味しそう、ここもいい匂いする。エビ団子美味しい、だけどエビ好きじゃない、ごめんなさい。でもいい匂い、まあ、なのでここら辺飲食物あるお店いっぱいですけども、あ、今ちょうど閉まったお店もありますね。でここは多分テナント募集かな。ドリンク屋さんがあったりだとか、タピオカ、あ、いいね、美味しいよと。これスムージー屋さん、これすごい、水出しコーヒー、さっきから日本語がいっぱい聞こえてくる。本当だ、氷あるもん、コールドブリューの水出しのコーヒー、美味しそう。団子、いいじゃん、もうここら辺食の宝庫だわ。先ほどいた瑞宝の駅もかなり食の宝庫なんですけども、ここもいいね。ビーフジャーキー売ってるお店があったりだとか、ここもお茶屋さんで、ちょうど今ここ閉まったところです。もう6時なので、6時ぐらいにはやっぱり閉まるかな。いや、まだ6時じゃないわ、5時44分なので、まだ6時にはちょっと早いんですけども、閉まるお店もちょこちょこありますので、やはりここは昼過ぎから来て夕焼け後、夕暮れ後まで滞在するのがいいかもしれません。お茶、はい、台湾のウーロン茶、はい、シェシェ、ありがとうございます。シェシェ、温かいウーロン茶いただきました。あ、香りがすごい、お茶のいい匂いがしますね。逆光、これで OK だ。あ、熱いけども、あ、日本のウーロン茶と、香りが違う。あ、違うね。あ、アリさんのやつか。これアリさんね、有名なんですよね。うん、山違うね、そう、味違うね、全然違う。あの胸、タワの運転、痩せる新陳代謝。はい、ありがとうございます。もう一つお茶いただきました。あ、全然違う、こっちの方がウーロン茶っぽいな。あ、温かいウーロン茶、美味しかったな。これも美味しそう、大福、いちご大福、いちごの恋、美味しくなんとも言わせませんよ。なかなかあれですね。お、久しぶりだよ、試食ありますよ。いただきましょうか。まずマンゴープリンと
パイナップルケーキございますので、こちらいただきたいと思います。コロナ禍になってからこういった試食なかなかないんですけども、ゼリーは絶対美味しいよね。ゼリーです、これ。歯ごたえもいいし甘みもいいし、ちなみに5個買ったら1個無料なのかな、合計9名無料、あ、そうですね、5個買ったら1個無料です、無料が無料なので。続きましてパイナップルケーキです。これ美味しいわ。甘さのバランスと酸味のバランスがかなり取れてるので、僕はそこの甘いだけじゃなくて甘さと酸味がいい感じのパイナップルケーキが好きなので、これは美味しいわ。あ、このヌガーだったかな、あ、どれだっけな、マンゴー入ったヌガーですごく美味しいやつあったんですけど忘れちゃったわ。あ、こっちも美味しそうなお店あんじゃん。ルーローファンもあるし、団子スープ、小籠包もあるし、おでんもあるし、鶏肉もあるし、いいね。あー、なんか思い出してきた、こんな雰囲気よね。いろんなところにお店がいっぱいあるのよ、この9分のエリア。マンゴースムージー売ってるお店があったりだとか、でお土産も売ってるお店があったりだとか、まあ、ただもう少し早い時間に来るべきだったな。先ほどのパイナップルケーキとゼリーいただいたお店も6時で閉まっちゃうということだったので、やはりこの時間は閉まるお店が多いのでお気をつけください。なのでこういったね、マンゴーかき氷が食べたいんだけども、食べてるとお店がどんどん閉まってくるので、まずは先に見て、もしお腹空いちゃったらもう随方の駅行っちゃえばいっぱいお店ありますので、そんな感じで行こうかな。いいね雰囲気が。お土産屋さん、べっこう飴かな、これ見たことあるキャラクターだけども、べっこう飴もあるし、お土産屋さんいいね雰囲気、ここら辺も。なので帰り寄って時間があったら何か買ってメルカリで出品したいと思いますので、皆さんご購入お待ちしております。お店がいっぱい、あ、なんだこれ、フィッシュボール、あ、フィッシュボールか。でドリンク屋さんがあって、これ何、ピーナッツのアイスかな。お店の前に5人ぐらい人がいます。でもここら辺は食事以外にもやっぱお土産売るお店も多いですね。どら焼き絶対美味しいじゃん、アイスクリームどら焼きよ、アイスクリームどら焼き、これはうまそうだな。いろんなお店ありますが、いや、まだ半分弱かな、時間のせいか分かりませんが、半分弱のお店はご覧の通り閉まった状態です。でもやはり元々もう貸し出しで潰れちゃったお店も多そうですね。全部が全部もちろん潰れてるわけではありませんけれども、それなりの数はやはり閉店してしまっている状況です。このお店もそうですね、ここも貸し出ししておりますので、やはり昔のような賑やかな給付はまだ戻ってきてないな。すごいシャツだな、このシャツを着る人なかなか勇気いりますよね。サンダルが売ったりだとか、あ、このお店ももう終わりか、この時間帯。この奥に何あったっけな、なんかいわゆるもうこれぞ9分っていうような場所があると思いますので、そこを見たいね。これなんだろう、台湾ナンバーワンのお土産、こんにゃくゼリー。おお、こんにゃくゼリーか、いろんなのあるわ。いちごにぶどうにヨーグルト、パッションフルーツ、グアバ、蜂蜜、レモン、マンゴー、いろんな桃もあったり、桃じゃないや、梅もあったりだとか、すごい、ライチもあるし、いっぱいあるじゃん。試食もあります。いちごいただいてみましょうか。いちご食感がいいわ。ぶどう食感がどれも美味しいわ。こんにゃくゼリー食べてるなっていう感じがします。ちなみに5個買ったら1個無料ということなので、1パックどれも60元、なのでだいたい300円ぐらいです。ただ6つ買うと1個サービスになりますので、6つで300元、だいたい1500円ぐらいになります。6つ買うとこんな感じです。他にもお店いっぱいありますし、わ、このタイプもいいよね、日本でよく見る一口タイプのこんにゃくゼリー、こんなのも売ってます。やつの匂いがすると思ったらやつがいました。そうです、臭豆腐、すごい匂いだな、いつ嗅いでも。なので臭豆腐って何だ、なくさいでしょうね、当たり前の質問なんですけど、なんだこれ、スイカ飴、これはどんなやつ、あー、なんかなんていうの、ゼリーみたいなグミみたいなやつかな。このお店はドライフルーツも売ってます。いろんなドライフルーツ、ドライオレンジだとか、いろんな乾物系がいっぱい売ってるね。あ、お腹空いてきたな、食べたいんだけどもね、後で食べましょうか。うわ、こいつらも美味しそう、これも美味しそう。ここカフェか、いろんな飲み物売ってます。抹茶ラテも売ってる。最近抹茶ラテが美味しいなと思う年頃になってきたんですよ。香港式の
ワッフルがあったりだとか、あとはお茶もありますし、かき氷もこのお店で食べられますし、いいね。食べ物には困らないですね、ここ来たら。いろんなのあります。すごい。これね、パイナップルジュース、パイナップルジュース、韓国語と日本語、英語と中国語書いてる、わかるじゃないですか。これね、非常上位、悲しみの街、そのままじゃないですか。すごいねまあでもこうなっちゃうか、しゃあないね。でまだ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 奥にいっぱいお店あります。ここも香港ワッフルが売ったりだとか、お茶が売ったりだとか、隣はこれイカ焼きとかソーセージかが売ってって、ここに郵便局があって、これなんだ、お餅かな、これお餅っぽいやつ。あ、これ美味しそうだね、すごい美味しそうだけど、今甘いものの気分じゃねえんだよな。お土産屋さんがあったり、ここからどん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 坂道登っていきます。まだまだ奥にお店、そしてあの絶景が待ってるはずです。ここら辺半分以上貸し出し中、そして徐々に旧墳らしいあの雰囲気が出てまいりましたが、まずはまっすぐ行こうかな。こっちもそうよ、いろんな人写真撮ってますので、旧墳らしいあの風景、ただ旧墳らしいけれども、このように貸し出しテナント募集のお店も多々あるのもまた事実。何これ、カレーパン、でかっ、超でかい。ほら、日本語で試食あるよという声にやられてしまった山本でございます。ちなみにパイナップルケーキ、これこの土っていう漢字があるとパイナップル 100% です。なのでこれがないと冬瓜だったりパイナップル以外のものも混ざってることがあるので、僕はどっちかというとこっちのパイナップルケーキ 100%、 パイナップルケーキじゃない、パイナップル 100% の方が好きですし、先ほども言った通り甘いやつじゃなくてちょっと酸っぱいパイナップルケーキの方が好きなんですよ。しかもここ嬉しいのが1個ずつ売ってるのよ、ほらほら。なので、いや、いろんな味食べたいよって方はここおすすめですね。これが何ですか、甘い酸っぱい、甘い酸っぱい、甘い酸っぱい、あ、違う、甘い甘い酸っぱい卵か、パイナップルエッグ、エッグ、はい、どうぞ。まず甘い方です、これ甘い方。ん、甘いけどもちょっと酸味もあるし、あ、これいいね。続きまして酸っぱい方、これで見えるかな、繊維がすごいじゃないですか。これは美味しいと思うよ、いただきます。全部手作りよ、うん、あ、全部手作り、うん、やっぱりこっちの酸っぱい方が好きだわ、個人的には。甘い 30% パイナップル、うん、70% 冬瓜。なので先ほど言ったように土っていう漢字がついてるやつは基本的にパイナップルで、土の漢字がないやつは冬瓜が入っております。これはもうお店によって割合が違いますけども、ここのお店は 30% がパイナップルで 70% が冬瓜ということでした。なのでこの酸っぱいやつをここで買います。これはうまい。試食ごちそうさまでした。4つ買っちゃいました。やっぱり酸っぱいパイナップルケーキ美味しいわ。そして見てください、めちゃくちゃめんこい。めんこいって北海道弁でしたっけ。人形みたいよね、これ。生身のワンちゃんです、もちろん。あ、モフモフ、超モフモフ。はい、お手お手はさすがにしてくれないか。はい、おいで、ほり、はい、手出してるけどもまるで見てくれません。多分後ろにね、今飼い主さんいるんですよ。なので僕の方には全く目も合わせてくれず、視界を遮ってみようかな。あ、見てくれた、こんにちは、こんにちは。もう微動だにしないね、教育がしっかりされてんだろうな。よし、行くね、バイ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 。可愛い服着てんな、これ今思ったら。なんでここ何のお店かというと、犬用の商品売るお店です。あとは猫じゃらしとかもありますので、犬猫グッズいっぱいあります。見晴らしがいい場所に来ました。明るく見えるじゃないですか、実際はこんな明るくないです、もっと暗いです。僕の目だとどれぐらいかな、いや、もっと暗いな、いや、これよりも暗いわ、正直。今皆様方が画面越しで見てるこの明るさよりも実際は暗いです。なのでカメラの性能があまりにも良すぎてこんな感じで明るく見えちゃうんですけども、実際は違います。ここにもいましたよ。何がいたかというと、はい、こんにちは、すみません、山本ですけども撮影させていただいてもよろしいですか。お休み中すいません、お休み中すいません、触らせてもらいますね。よし、この
の子はもう落ち着いてるね。ここ、こっちがいいの。触ってほしいなね、この子。はい、こんにちは。こんにちは。どこ行くんですか。この子妊娠してるよね、絶対に。下腹部の膨らみが尋常じゃないわ。ちょっと失礼しますね。あ、違う、出産後かな、これ。あんまりなんか詰まってる感はなかった。さっきのワンちゃんのところもこの店6時までということで、もう店じまいです。バイバイ。こちらのお店で9分のキーホルダー、まあ、例えば1つこれ、他にも9分キーホルダーを合計3つ買いましたので、メルカリで販売いたします。気になる方はご覧ください。皆さんがご覧いただいている間に売り切れてしまったらお許しくださいませ。続きまして9分っぽい場所、こっちもあるけども反対側も9分っぽいのあるので、こっちの反対側行ってみましょうか。雰囲気すごいね。もう一度言いますが、僕千と千尋の神隠し見たことないので全くどんな映画かわからない。確かこの奥か、じゃあ下かな。もういわゆるこれぞ9分っていう場所があると思うんだけども、久しぶりに来るから全然覚えてないのよ。ただここら辺の雰囲気はマジでいい。ここにも猫がいた。こんにちは。こんにちは。1歳ぐらいですか。おいで、大丈夫よ、ほらおいで、ほいこっち来てください、こっち来てください、ほいクンクンしてもいいよ、ほら。はい、どうぞ。戸惑ってるね。どうしよう、こいつは信用できる人間かっていう感じかな。分岐点まで来ました。こっち行くと皆さんが想像するあの9分の景色が広がってるはずなので、こっち行ってみましょう。懐かしいなぁ、もう久しぶりに来るからあの景色が見たくてたまらない今。さて到着しました。ここが例の場所。皆さんここ見てわかります？先ほど見た通り僕見てないんでマジでわかんないんですよ。ああ、あそこねっていうのがならないので悔しいんですけれども、もうこれが現実です。まあ、そして皆さんご存知だと思いますけども、バレエやった時期あるみたいじゃないですか。なので僕バレエやめたんで旅に出始めたんですよね。まあ、なのでどうもバレエをやめたので旅に出始めたものです。で今思ったんですけども、なんかこのフレーズ聞いたことあるなと思って。聞いたことないですか。何かしたから旅始めた人最近知らないですか。なんかそんな人っぽいのがなんか後ろに、あの離婚したので旅を始めている長田と申します。ってなわけです。僕は独身ですけど離婚されてたので旅始めた長田さんに、はい、まあ、バレエやめたので旅始めた山本です。まあ、たまたま偶然いたよっていう、ただそれだけでした。あともう一点、あの僕も帽子よくかぶるじゃないですか。で長田さんもよく帽子かぶるので、まあとでもうこの後頭部だけ見てどっちが山本どっちが長田さんかっていうしょうもないことしたいと思いますので、皆さんふるってご参加ください。さて皆さん問題です。山本はどっちでしょうか。左右どっちだと思います。正解は山本はこっちでした。長田さん本当にくだらないことに付き合っていただいてありがとうございます。てなわけで長田さんでした。そして撮影しようと思って三脚出したんですけども、ここで大事件、また破壊をやらかしました。三脚、ここの部分あるじゃないですか、エレベーターの部分ですかね、これが戻らなくなった。もう上げ下げできない。ちなみにいつもここで調整するんですよ。緩めて締めてっていうのでここ自由に伸ばせるんですけども、これがうんともすんとも言わない。なのでここを回せば治りそうな気するんですけども、三脚の足が邪魔で回せないのよ。マジかよと。なのでこれ
抜くのもできないんですよ。だからここから縮むこともできないし、強いてならこの上のパーツを外すことはできるので、この上の部分は外せるんですけども、ただそれでもこの状態だとさすがに長くて、飛行機預けた時に1個じゃ収まらない気するんだよな。今回 LCC なので、これが JAL だとか ANA だったらこれだけで預けることもできるんですけども、どうしようマジで。もうなんでこんなハプニング起こっかな。本当についてないわ。パソコンもおかしくなったし、もう何もかもダメですわ。なので動画が再生されるというね、いいことが起きればいいんですけれども、お腹空いたけども、この三脚をどうにかしないといけないので、もう時間がないんです。なんとかこれ分解は出てきました。で、分解したことによってここも緩みが緩くなって、手でも回せるようになったんですよ。なのでこれは少し光が差し込んできたよ。こんな感じでパーツ分けられるので、なので最悪これ直せなくても、なんか出てきた、なんか出てきた、余計なことした、なんかパーツ出てきたんだけど、下から、どうしよう、これパーツ出てきたのよ、大丈夫かな、しかもこれどういう風にここにあったかわかんねえ、余計なことしたかもしれんな。このプラスチックパーツ意外に大事なやつかもしれん。これでいいのかな。結局このパーツがなくてもなんとかなったんですけども、これ今固定できてるじゃないですか、こんな感じで。じゃあこのプラスチックパーツ何って感じよね。明日帰国するんですけれども、帰国したらすぐメーカーに確認してみよう。一応これでなんとか収納もできるようになったし、固定もできます。こんな感じで固定できて、緩めるとこんな感じで下がるので、一旦これでよしとしましょうか。なので今ここでどうこう言っても僕にはわからない問題なのと、早く帰らないといけないですし、ちなみに今日は11時までに宿戻らないと荷物預けてきたんですけど、スーツケース引き取れませんし、明日の早い便で帰らなきゃいけないので、もうここは早めに撮影してルイファー随法の日行って食事したいと思います。なのでここ台湾の中、ここは9分の中でもやっぱり一番、9分と言ったらここっていうような場所が今いる場所になりますので、ここら辺撮影また再開したいと思います。皆さん千と千尋の神隠しご覧いただいた方の方が多いですよね。先ほども言いましたが、僕は見てない人間ですね。全く共感ができないと言いますか、ああとなりませんでした。いい雰囲気だね。やっぱりここもやはり9分で写真撮ると言ったらここの場所か、階段、そして提灯、このコラボ技がいいよね。なのでこの美しい被写体にむさ苦しいおじさんも入りたいと思います。あ、これダメだ、全然ピント合ってくれん。暗くなっちゃわないですか。明るくするかな。明るくしたところでね、見せたいの僕じゃなくてこっちなので一旦はけますわ。まだ観光客がそんな戻ってきてるわけじゃないので、普段だったらここマジで混み混み。さっきの建物のところであれば他の人映さないで映ろうと思えば全然映せるんですけど、ここは普段無理よね。人いっぱいいるんだけども、ご覧の通り誰もいない貸し切り状態、最高だわ。なので皆さん、台湾特に9分、ここ普段いっぱい人いますけども、こんな感じで他の方映さずに写真撮るの早めにしないと、これからどんどんお客さん戻ってきます。いい雰囲気だねこれ。本当にこの提灯の明かりがマジでいい感じなのよ。この提灯があってこその9分って感じですよね。いいね。やっぱり人がいないとすごく雰囲気もありますし、もちろん人がいた方がいい時もありますけども、最高のひとときです。こんばんは、山本ですけれども、撮影させていただいてもよろしいでしょうか。はい、こんばんは。後ろずさりで、逃げられた。こんばんは、山本です。触らせてもらいますね。はい、こんばんは。モフモフしてて気持ちいいですね。よく言われないですか、モフモフしてて気持ちいいですねって。
ち見ないときは自分から行けばいい。はい、こんばんは。ちなみに今後ろにちょうど人が来たので、その音にびっくりしちゃったかな。カメラが怖いのかな。一番下まで降りてきました。なのでバスで来る方はやはり、ここ警察署なんですけれども、この近くにもバス停ございますが、個人的には9分老街、そこで降りた方がいいかな。すぐそこバス停なんですけども、こっから行くよりもやはりね、屋台とかあるところ、そこから行く方が雰囲気もあっていいんじゃないかなっていう気がします。目の前には駅へのバス、タクシーであったり、そういった看板がございまして、バス停はあっちです。先ほどの場所から素直にバス乗ればいいんですけども、今日人があんまりいないということもありますので、せっかくだから人があんまりいないここら辺の雰囲気、そして先ほどまでいたお店、ここが今どうなっているのか、これを確認して戻りたいと思います。なお、この階段を登るだけでやっぱりぜいぜいだね。おじさんにはつらい。血筋がピンと今張ってる状況ですが、頑張って上まで登りたいと思います。ここまで戻ってきました。もちろんぜいぜい、しんどいわ。この時間なのでお店ほとんどやってません。薬局開いてますけれども、先ほど来た際は半分弱は閉まってましたけども、ご覧の通りほとんどの店が閉まっている状況です。やはりここは昼過ぎから来て、夕方夕焼けを見届けたら出た方がいいかもしれないですね。さっきいなかったよね。どこにいたの今まで。おワンちゃんがいるのよ。しかもでかいっていうね。もう一匹正面にいるんだけども、さっき来た時は犬いなかったんだけどな。どこに隠れてたんでしょうか。はい、こんばんは。はい、こんばんは。戻ってまいりました。この時間になるとやはり通常の店も閉まってます。これセブンイレブン、コンビニなので開いてはいるんですけども、今開いてるのは向こうのファミマとここのセブンだけです。なので夜遅い時間ですとお店は完全に閉まりますので、お気をつけください。この後は瑞穂駅に戻ります。ちなみにバス停が行きと帰りで違いますので、お気をつけください。行きは少し下の入り口の下の部分で降りて、バス降りてそのままバスと同じ進行方向に向かうんですけども、戻る際は逆になりますので気をつけください。バス停がご覧の通り反対側はないんですよね。なのでここは台北であったり瑞穂駅に行く方のバス乗り場になりますので、この部分皆さんお間違いないように。ちなみに行きの瑞穂駅からここまではバスによっては今いる9分寄らないものもあるんですけども、ここはほとんどのバス瑞穂駅寄ります。この788バス行く、825バス行く、827も行く、826は行きません。お気をつけください。826は瑞穂駅行きません。そして856は行きます。こちらの1062も行きます。965も行きます。なのでこの826バス以外は全てのバスが瑞穂駅に行きます。バス来たと思ったら残念ながらこれ回送バスでした。バスがやってまいりました。このバスも乗るとき降りるとき2回カードタップ必要です。それでは戻ります。今回路線バスタイプのバスになっております。さて瑞穂駅戻ってまいりました。帰れば駅の前で降ろしてくれます。この後は食事行きたいんだけども、やってるかな。この奥がフードコートあるんですけれども、そのフードコートの手前にもお店がいっぱいありますが、ちょこちょこ閉まってるんだけど、あやし、あ大丈夫かな。とりあえず行ってみましょう。お腹空いた今日はほとんど何も食べてないので。あ、餃子あったんだそこ。いや、 やっぱりここも早い時間の方がいいね。なので先ほども言いましたが、もし9分行く際は昼前、お昼過ぎぐらいから行って、日が沈んで暗くなったらもう戻った方がいいです。そしてここのエリアも本当はいろんな飲食売ってるお店あるんですけども、ご覧の通りちょこちょこ閉まっております。これ多分コロナ関係ないですね。昔からこの時間帯は閉まるんでしょう。ワンちゃんいた。でここがお茶屋さん、なんか飲みてえな。
抹茶ラテ的なやつがあればいいんでしょうけども、あ、こっちも見てみるかな。このお店はなさそうなので、抹茶ラテあるかな。残念ながら抹茶ラテはございませんでした。何食べようかな。やっぱフードコート行ってもいいんだけども、やってるよね。ここら辺はなんだこれ、お肉なんだろうね。こういうのよくあるよね。出ました、もうさつまいもボール的なやつ。これもなかなか美味しいよね。あ、どうすっかな。ここも良さそうだね。このお店のメニュー見てみようか。ここはニューローメンのお店みたい。あ、ニューロータンメンにしようかな。ちなみにこのニューローメンとニューロータンメン何が違うかというと、こっちのニューローメンに関してはお肉入ってます。こっちはお肉なしです。なので今回お肉なしのちっちゃいやつにします。あとはニューロータンスープもあるみたい。牛すじ、牛肉、牛腸、これホルモンってことだよね。だけど今日はニューロータンメンにしようかな。ニューロータンメンシャオ、ニューロータンメンシャオ。なのでまあここに書いてるか、お肉ありお肉なしって意味です。ちなみに今現地のおばちゃんから、え、お前牛肉なしのやつでいいのと英語で話しかけてもらったんですけども、節約です。本当は牛肉食べたいんですけども、あってもなくても美味しいの分かってるんですよ。なので今回節約のためにニューロータン麺、牛肉なしの麺しました。そして私のお財布がついに秘宝、見えるかな、こう出てこい。こういう時に限って出てこないんだよな。まあ、何か言いたいかというと、本来ここが口なんですけども穴開いちゃった、まあ、ただ今日が台湾最終日なので、また家帰ったら新しいやつに変えます。これどっちみち大きくて使いづらいのよ。はい、来ました、ニューロータンメン、ありがとうございます。到着いたしました、ニューロータンメンのちっちゃいサイズ。これ美味しそうだね、めちゃくちゃええわ。それではそれではいただきましょう。おつゆからん、バンテリン、バンテリンだ、バンテリンの CM やってました。いただきます。あー、いいねこれ。牛肉の出汁が完全に染みててうまいわ。麺も若干平打ち麺、こんな感じです。いただき、うん、もっちもち、これはうまいわ。お腹空いてるっていうのもありますし、ニューロータンメン、もちろん牛肉あんたんは美味しいですけども、肉が違うんだっけな、60元違うので300円違います、牛肉だけで。まあ日本でもチャーシュー麺頼んだらプラス300円とかあるじゃないですか。そんな感覚かな。皆さん牛肉見たいと思いますけど、お許しくださいませ。その分また他にもいろんなものを食べたいと思います。マジでうまい。皆さん、事件が発生いたしました。事件です、緊急速報でございます。LINE Payで支払おうと思ったんですけども、エラーで支払えなかったんですよ。何回やってもエラーで、あ、いいよ今日はフリー無料にしてあげるっていうことになったので、ありがとうございます、ごちそうさまでした。美味しいニューロー麺をありがとうございました。こちらのお店です、瑞鳳の駅出てまっすぐ進んでください。フードコートの手前にあるこちらの店、ニューロータンメンめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした、本当にありがとうございます、感謝です。ごちそうさま、本当にいいお店でした。周りこんな感じの雰囲気です。そしてこの後はフードコートやってっかな、なんかこの時間だとやってなさそうな雰囲気あるよね。一番奥なんですよ、看板が何も光ってないので、まあ、最悪ここら辺いっぱい飲食店はありますので、フードコート行かなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるんですけども、果たしてやってるんでしょうか。ご覧の通りお店自体はいっぱいあるんですけども、もしかしたら夜遅い言うてもまだ9時ぐらい、もう9時過ぎてる、今ちょうど9時4分なんですけども、9時4分なのでまだまだにぎわってもおかしくないんですけども、ここのお店は閉まってる。あ、ルーローハン食べたかったな、マジで毎日ルーローハン食べてるんですけども、毎日食べても飽きない、それがルーローハン。あ、でも美食広場、人は出入りあるのでやってるんじゃないかな。ただや、開いててもお店がやってないっていうパターンあるよね。ここちょっと覗いてみましょうか。あ、お客さんだ、こんにちは、山本ですけれども、撮影してもよろしいですか。おいでおいで、ほらお腹空いたの、お腹空いたの。だけどね、食べるものね、パイナップルケーキぐらいしかないんだけどもね、君パイナップルケーキ食べれんしょ。おいで、ほらおいで、お腹空いたんでしょ、そうみゃみゃ泣いてるけども、おいで、ほれおいで、超泣くね君、
中入ったんだけども、これはもう食べられんな、この時間帯は。どこのお店も掃除してる。ん、また猫いる、もしかして。ここら辺から猫の鳴き声がしたんだけども、あれいない。でもどっかにいるよね絶対。声したもん、ここから。あ、いた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 、いました。あれ逃げちゃった。この下にいたんだけども、もう出てこないな。さっきの猫の子供かな。ほら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 、ちっちゃいし毛並みも似てるし親子な感じする。ただ親子だろうがなんだろうが、残念ながらここはもう食べられない、まあ、なのでやってるお店で何食べるか考えましょう。残念ながらここはもうやってませんので、一旦出ましょうか。まだまだお腹空いておりますので、あと1個1店舗2店舗ぐらいいけるかな、そんな感じです。じゃあね、バイバイ。ルーローハン見つけた。ルーローハン、ルーローハンのちっちゃいのもらおうかな。ここもニューローメンあるんですけれども、今はルーローハン食べたいのでいただきます。はい、来ました、ルーローハンのショーです。ここお肉結構多いね。ルーローハンショー25元、今のレートでも120円ちょっとですよ。円安じゃなかったら100円ぐらいで食べられる魔法の食べ物、それがルーローハン。お店によって全然味が違うんだけども、ここは肉結構多い。キーマカレーみたいな見た目。いただきます。全然他と違うわ。ちょっとあっさりめのルーローハンで全然癖なくし、お肉が多い。ひき肉は本当にひき肉だわ、これ。食感が全然違うわ。うん。まだ食えるね、今日は。ごちそうさまでした。次のお店、懲りずに来てみました。小籠包あるー。なので小籠包行っちゃうか。いいね、小籠包行こう。ここの店小籠包が8つで、シェシェありがとうございます、8つで70元なんですけども、良さそうな気する。だって今もらったんですけども、生姜ついてんのよ。これなんだよね、やっぱり小籠包、この生姜がいいアクセントなのよ。楽しみだな。来ました、小籠包、蒸したてほやほや、絶対うまいやつ。それでは小籠包いただきましょうか。これは嬉しいね。まさか生姜までついてくると思いませんでした。このカゴがもうすごく熱々。先日ディンタイフォン行ったんですけれども、黄金の比率皆さんご存知でしょうか。お酢と醤油の割合、僕はびっくりしました。1対3なんですよ。大体の方醤油3酢1だと思いませんか。逆なんですよね、お酢が3の醤油1、これがディンタイフォン流の黄金比率です。このとんがってる上の部分をつまんで、ちょんとタレにつけます。タレにつけてレンゲに移して、その上に生姜をちょこっと、こんな感じでいきましょうか。一発目は生姜多めにいっちゃおう。それでは小籠包いただきます。めっちゃうまい、これはうまいわ。やっぱり小籠包って美味しいよね、最高。ちょっと生地は厚めなんですけども、肉汁もしっかり出てるし、正直僕はそこまで期待しなかったんですけど、これは全然美味しい。いやー、やっぱ小籠包うめえ、最高。ごちそうさましたけど、ここら辺のおまんじゅうも美味しそうだね。黒糖まんじゅうとかも美味しそう。ハイガまんじゅう、これなんか台湾カステラとかあればいいんだけどな。それではこの後まだ次戻る列車10分ちょっとあるんですけど、余裕ぶっこいたらマジで大変なことになると思うので、ここら辺で終わるかな。何かおでざ的なやつ食べたいんだけども、ないかな。抹茶、抹茶、抹茶はないかな。あー、どうすっかな。チョコレート、あー、ちょっと迷うな。ただ抹茶はなさそうだね。瑞芳駅戻ってまいりました。めちゃくちゃ心地いい気温。今日はおでざの代わりに飲み物買ったんですけど、やばくないですかこれ。超でかいんだけども、こんな直径のジュース見たことない。全然手回らないもん。ちなみにこのサイズで60元なので300円ぐらいですよ。やば、 800cc もあんのこれ、えぐ。これ 800cc。 ちなみにこれ何頼んだかというと、レモンヤクルト頼んだんですけども、どんな味かな。間違いないよね、レモンとヤクルト美味しくないわけがないもん。刺さらない、刺さった。いきます。ストローが超ちっちゃく見える。ん、ヤクルト、うん、ちょっとほんのりレモンフレーバーって感じかな。不思議な味、美味しいんだけども今まで飲んだことない味です。てなわけで今回は
9分の今お届けさせていただきました。もう一度言いますが、9分のおすすめの回り方としては、昼過ぎぐらいに行って夕方、そして夕日を見てちょっと暗くなって、時期によって時間は変わってきますけども、あまり遅くまで行き過ぎるとお店もやっておりませんので、あんまり遅い時間に行かない方がいいですよ。僕は今回夕暮れ後に行っちゃったんですけども、もう少し早い2時間ぐらい前かな、3、4時間見てればいいとは思うんですけれども、少し早めに行くことをお勧めいたします。今いる瑞芳駅からバスも出ておりますし、台北から直行のバスもございます。個人的にはここまで来てバスで行って、まあ、片っぽでもいいですね。このエリア飲食店もいっぱいありますし、フードコートもあったりだとか、すごく僕は好きな場所ですので、そのような行き方でもいいかなと思います。もちろん列車で来た方がやっぱり風情があるのでいいですし、台鉄弁当もかなり美味しいのでおすすめです。なお9分は今お店やっぱりまだ閉まってるところが多いですね。ただ逆言えばお客さんがあんまりまだ戻ってきてません。台湾の入境の制限がかなり緩和されましたけども、そこまでいなくて、やっとここに来て日本人が2組プラス長田さんいたって感じだったので、ようやく日本人もちょこちょこ見えてきましたけども、コロナ前に行ったことある方なら分かると思いますけど、めちゃくちゃ混むじゃないですかあそこ。ただ今はご覧の通り全然人がいないので、ゆったり9分を回ることができるので、逆におすすめかもしれません。これからの時期台湾は少し寒くなりますけども、それでも日本よりも暖かいですし、今日もダウン着てる人もいるんですけど、僕は全然半袖で行けるぐらいの気温、23、4度ぐらいあるのかな、なんですけれども、気候的にもちょうどいいです。そしてやっと晴れてくれました。ちょっと9分でパラパラっと雨降ったんですけども、10分もしないうちに上がったので、全然雨降ってないと言っても過言じゃないような状況でした。景色も綺麗ですし、いろんなお店もありますし、お土産も売っている9分本当にいい場所なので、皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。